で掃除をした後、モップをかけて床を磨く。洗濯して仕事は終わり。お気に入りの本を読んで、部屋の壁に絵を描いたり、ギター弾くの料理をするの、変わらない毎日。昼間はパズルに脱ぎおやつ、いたずらバレエ、そしてチェー、焼き物、それからキャンドル作り、ヨガと絵画、運動、裁縫、同じ本を読み返して、また絵を描く、もう飽きたわ。一人部屋で長い長い髪を溶かしながら考えてる、私のこんな暮らし、いつまで続くの。こんな暮らし、いつまで続くの。